市長に、市の取り組みについいてお話をいただきます。この度、阿蘇市と産山村の全域に光ファイバーケーブルが引かれ光インターネットや各世帯においてお知らせ端末が利用できるようになりましたが佐藤市長この光ネットワーク整備事業とはどんな事業でしょうかこの事業はあの都市とそれからこういう地方の間ですごく情報の格差が出てきておりました。早く、 この光ネットそして光ケーブルを引くことによって情報がより俊敏にかつあの的確にそしていろんなことが住民の皆さん方に使いやすいようにそんなことを思いながらかねてより思っておりましたけれどもちょうど国の方で経済対策の一環としてこういう事業がありましたので早速東京の方に出向いて。 そそしてその担当課の方にしっかりと話をしてその必要性を訴えて今日このようにあのできることができましたもちろん阿蘇市ではなくてお隣の産山村一緒になってこの事業をやりたいという気持ちがありましてこの事業を取り組んでまいりましたけれども情報の格差それから住民同士がコミュニケーションをより図っていくためにこの双方向の お知らせ端末機を利用することによってよりあの絆が深くなってくるそれと同時に高齢者の皆さん方の安否確認もつながってまいりますし住みよい地域づくりまちづくりの一環としてこの事業を積極的に取り組んできましたおかげさまで無事あの全家庭にあの配布することができましたし大いにこの 機器を活用しながらコミュニケーションを図り安否確認を図りかつ医療とか福祉とかたくさんの情報を今から行政としても流していきますのでご活用いただければ大変ありがたいと思っておりますそんな事業です、はい、携帯電話エリア拡大にもです、ね、光ケーブルが使われたと言われていますがそうなんですあのやっぱりり山間部があのたくさんありますそこには 以前から携帯電話がなかなかつ,がつながらない、どうかしてほしい、そんな気持ちもありましたし、自分も実際、その場に行って、携帯電話をかけてみたい、あるいは、あの携帯電話がかかってきても、なかなかつながらない、こんなあの不便なことがあっていいのだろうか、やはり同じように情報の格差、地域の格差というものをなくしていかなければいけないということで、 この光ケーブルを利用して、そこに携帯電話の鉄塔を立てて、電送路を整備をすることによって、隅々まで一人残さず、この情報があのちゃんと伝わっていける、携帯電話が使われるようになりました。特に麻生においては、いろんな観光客の方が訪れます。観光客の方ががが事事故ああったり事件があったたり件 この携帯電話を使うときもし繋がらないそんなことがあったら大変なことになりますので早くそのことも解消したいということで今回同じようにあの光を通じて解消することができた大変喜んでおりますはいちょうどですね視聴の前にお知らせ端末がありますけれども、ね えー、市長ご自身、えー、とお使って見られていかがでしょうかそうですね最初やっぱりあの使った時僕も今こうやって映像にあの映っておりますけれどなんとなく恥ずかしい気持ちになりましたでもお互いにその顔を見ることができるしいろんな動画その,もあの美しい景色も見ることができるし医療とか福祉とか学校の授業とかたくさんの情報を ここのお知らせ端末でで得ることができますあのいろんな機能がありますのでまだまだ私もまだ始めたばっかりですから十二分に使い切れることはできませんけれどもしっかりとこれを使うことによってより機能がたくさん入っているものを便利に利用することができるしあの自分の必要なものからまず積極的に使ってみる。 そんなこととが大事であると思っって、て分も今使っております。まだその途中でありますけれどもあの皆さん方と一緒にこの機器がよりあの活用できるようなそういうものに一つ仕上げていくのも宝物の持ち腐れでないようにしたいという気持ちで今いますはいありがとうございました